それでは大南町を旗揚げ戦第1試合を開始いたします。まずは青コーナー苦しいジェリコ選手の入場です。さあクリス・ジェリコの完璧なモノマネ苦しいジェリコ AEW 世界のスーパースタークリス・ジェリコ彼のモノマネで本人からもご公認苦しいジェリコ。さあそれでもやはり大南町の町では一切の知名度ゼロ苦しい苦しいこの知名度の中をどうとこれを盛り返していくのか苦しいジェリコ。苦しいジェリコさあ続きまして赤コーナー佐々木そんな空選手の入場です。さあ虫食いバカ一台さあ少林サッカーの音でやってきた佐々木監督少林寺拳法2段さあ本人は少林寺を勝って小林寺で呼んでいたさあ少林寺拳法2段漢字検定10級始まったゴングさあ第1試合孫悟空と孫悟空さあ大南町在住にしては声援が少なくないかありがとう大南町に住んでんだよなその割には応援が少ないさあ苦しいジェリコおっと気合一斉孫悟空おっと避けたうんおすごい風圧だけがすごいうん当たったクリーンヒットおっとおっとおっと子供が助けに入った早めの子供早めの子供投入子供投入が早いやったーさあ関節だーさあ子供がペットボトル叩き子供の手を掴むなロープレイクロープレイクこれロープレイクロープレイクロープレイク見えないロープレイク見えないロープレイク1,2,3さあ、5秒まではプロレス反則 OK でございます。おっと、また関節地獄、少林寺拳法関節地獄。さあ、子供が助けに入った。明らかにリングに入っている。子供が明らかにリングに入っている。さあ、頑張れ子供、頑張れ子供。ロープ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 見えないロープブレイク。ロープブレイクで見えないんでね。どこでもがロープブレイクです。ゼロシエリコ、子供の手をつかむな。子供でロープブレイクするな。むちゃくちゃだもうむちゃくちゃだ子供頑張れ子供頑張れそれでも戦う2人おっとジェリコが手を挙げたどうしたなんだロープ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 レイク見えないからねどこでもロープブレイクです手を伸ばせばそこがロープおっと子供が先ほどの僕らの知り合いの娘さんがどんどん入ってくる知り合いだけに強く怒らないさあ2人ね子供たちリングの中で見るのはいいけど危ないからあまり近づいちゃダメだよねえロックアップ違うっとさ首です子供が助けようとしてる
ショルダー当たってる。子供が助けようとしてるよ。台本にない子供が助けようとしてるよ。子供が優しさだけで黄色いやつを適当に認識したよ。あんなに悪そうなのに、ジェリコの方が悪そうなのに、黄色い人が悪と子供が決めつけたよ。子供ってやはり素直ですね。あと顔面だけむしり、子供が押さえつけている。佐々木さん、僕、子供に手出しはできない。背中をかけた。かきむしり、背中をかきむしり。なんだこれは、なんだこれは、どういう状況だ。さあ、完全に児童館の休み時間。金敵、ただの金敵。一番悪いやつ、金敵。なのに悪は佐々木さん、僕。なのに悪。黄色い服着てるだけなのに、入ってきた。さあ、子供が入ってくる。さあ、2人とも腕の見せ所ですよ。試合を勝利させてください。よし、みんな落ち着け。さあ、落ち着こう、試合の再開。さあ、どうする。さあ、ジェリコどう出るか。おっと、逆水平一発。倒すぞ。なぜ子供がレフリーと一緒にいる。さあ全部出てきた。さあ、おっと、輪っか落ちたよ。ありがとうね。落ちたものを届けてくれる優しい子だね。おっと、この棒でどうする。子供がそれはダメだ、危ないよと。さあ、行った。ホームランが危ない。頭、背中じゃなく頭、よくないよと。やりたい人いるじゃないよ。そんなことよりもやりたい。子供が人を叩いてダメだって教わってんだよ。人を叩く、子供を叩いて。この子は叩きたい。この子叩きたい。あ、一人叩いたらみんな叩き出す。子供あるある。あ、この人いいんだ状態。子供あるある。大ピンチ。そんな中大ピンチ。やめろと言っても手は出せない。やめろ。おっと、なんだ、ジェリコが。ジェリコゴムを持ってるの？ゴムパッチンか？加えろ。だ、子供たち一回離れようか、危ないから。ゴムパッチン、子供離れて。お子様離れて、危ないよ。僕の言うことは聞くんだね、ありがとう。あ、ダメだ、ウタちゃん一回離れよう。ツー、ワン、ダッシュ。よいしょ。子供にボコボコにされて、今日までボコボコにされる監獄、ね、これの完全懲悪。みんなでね、悪を断罪しよう。さあね、ジェリコね、苦しいジェリコ選手ね、アドバイスだよね。切るべきものはね、台本切ろうね、もうね、大丈夫だよね。必要なにこれ、あれ、ホーランチョビール。今無理だよ、もうフラフラなんだから。そんなの飲まれてどうすんだよ。飲ませよ。試合中だぞお前。そんなの飲んでるよ。フラフラだ。大丈夫か、大丈夫か。ホーランドビール飲んで大丈夫かお前。今すごい疲れてんだからお前。え、どうだ。おいしい。おいしい。疲れた体に持ってこい。ホーランドビール。宣伝。おっと、水拳になった。超ピンチだ。高難聴ビール、水拳。孫悟空、水拳気をつけて、子供に当たるかもしれないから、動き小さめ。動き小さめだよ。ね。いつも動きで大きめって言ってるけど、ここだけは小さめ。ありがとう。いやみんな逃げろと。いつの間にかジェリコの方が正義のヒーローになってる。ね、顔面の魚、ね。ジェリコの顔面。ホールしたい、みんなホールだ。よしじゃあ次取れ。ワン、ツー、返した。子供がスリーパー、遠目スリーパー狙った今。危ねえ、バーリツードやってんなあの子。本物だなおい。子供たち離れるんだ一回。悪を退治するから、子供たち一回離れよう。離れよう一回。このね、黄色いバカ男、黄色いおじさんをね、退治するよ。うたちゃん一回離れよ。おっと、ケニコが、おっ
日本代表のユニフォームと変な帽子を持ってきた。まさかまさか佐々木孫悟空をボールと見立てるか、フリーキックか、危ないこと。歌っちゃん、そこ立つって危ないよ。おじさんね、あの変なとこ切る癖があるから。日本日本日本。さあフリーキック果たして変わるかどうかどうかどうか、ゴールになるか。蹴りこゴール。みんな体に乗っかれ、王国に乗っかれ。ゴール、ハンバーグ、ボールだね、ボール。それではプロレス第2試合参りましょう。まずは青コーナーよりベビーカーオロスンジャーミル尾崎さん、ウィズモコちゃんの入場です。さあ大南町でおなじみのスーパーヒーローといえばもちろんベビーカー。俺あれよく見たら目の前にいねえオロスンジャー。なんでオロスンジャーが2人いるのよ。あれこのオロスンジャー、動きのオロスンジャーじゃねえな。さあそしてなんとですね、誰も手拍子しないというオロスンジャーの人気の皆さんが露呈したというケビーカーオロスンジャー、モコちゃん、ありがとう。さあ続きまして赤コーナーより、トシコイチザ・グレート謎の服で打ち当たりの入場です。さあこれはグレート・ムタのグレート・ムタの入場曲。これに乗ってやってきた。おっとモコちゃん、モコちゃん、モコちゃん、町の厄介者みたいになってるから。町の厄介者になってる。喧嘩やめて、喧嘩やめて。子供が本当に止めちゃうから。喧嘩がと本当子供が止めちゃう。本当にストップになってる。本当にだってストップ。子供が止めちゃうから。子供が泣いちゃったから。ね、子供泣いたから。じゃあね、二人ともほら仲直りの印にさ。お互い芸人さんなんだからちょっとネタでもやってさ仲直りしようよ。いいですね、うん、ちょっと見たいですね。モコちゃんできるネタ。え、モコちゃん酔ってる？大丈夫？酔ってない？生きてる元気とも聞いてないけどね。元気やる気高年期イエーイ。ネギとかばせーめちゃくちゃやっかいですよ。なんでこれは、え、いやいやいや、よく聞いて、まんまのこのシーンの叫び、耳の穴かっぽじってよく聞いて、お叫び、あーなんで2人がスポット始めたの。ココちゃん50の初反省し、せっかく慣れた更年期、肩こり腰痛も変形、心臓バクバク、大和田バクボー、はい、大和田バク。ママ早くに目が覚める。早朝じゃなくお昼の深夜深夜深夜、もうまだ深夜
だよ。ありがとうね、歌はラップ、動きは盆踊り、ありがとう。お孫ちゃんが言ってることはほとんど念仏、ありがとうね。お孫ちゃんね、ありがとうね。さあ、それではですね、負けてらんないよ、ジャイの謎の復興面貴族、民族かどうでもいいや、復興院道夫さん、お願いします。やばい、外で風強いから声が届けてない。何か言いますか。いや、そんなことよりバリバリさせたいから。ヒロチンせんべい、そりゃそうだよ、声届いてないんだもん。そんなこと誰も聞こえないもん、飛ばないもん。音鳴きました、来ました。さあ、福井道夫さんね、ここね、自分のスキル、ね、芸人とスキルの見どころでございますんでね。あれ、バリバリやろう、バリバリやろう、ミュージックスタート。はい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 、今日も元気バリバリの濡れた点でもパワーかすげえ、パパタ特殊の子みたいなのかな。ロコちゃんうるさいんだよ、ロコちゃんうるさいんだよ、ロコちゃんうるさいんだよ、バリバリぞ、17歳は使いません、欲しさ T シャツバリバリぞ、あげ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 積んで、ノリ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 積んで、今日も元気バリバリぞ、あら、いいねいいね、バリバリしたけどね、モコちゃんが後ろでずっと踊っててうるさかったね、動きうるさいのモコちゃん。というわけでございましてね、じゃあみんな子供たち、お楽しみの試合開始だよ。楽しみだね。さあレフリー、上がってくんなよ。さあレフリーが入ってるぞ。すごい感じ。おらせんじゃん、頑張れ、おらせんじゃん、危ないぞ、レディー、ゴーターン。さあ始まった。さあドストイキンザクタイ尾崎さん、さあどんな戦いになるか。相当自然と相撲の形になったと。なぜ付き合う尾崎さん、これレスリング、プロレスリング、うんと、これはぶつかり稽古、ぶつかり稽古か。さあ子供たちが半裸のおじさんに恐れを覚えている。誰も近づけようとしない。みんなわかるんだね、あの人が危なそうだって。感覚的にわかるんですね。そうだね、危機管理能力の強さだね。おっとおっとおっと、これはがっぷり四つ、がっぷり四つ、がっぷり四つ、うん、これはリングの中に出た。いや、めっちゃ相撲じゃねえぞ。おい、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 プロレスだからいいんだよ。戦ってご指示もらうんじゃないよ、お前。戦い、プロレス、どすこい、プロレス、なんで下がるんだよ、プロレス。入れよ、タッチされてないだろ。ニータが入ってきましたね。さあ、ニータがタッチされて入ってきた。赤いメイクの人と赤いマスクの人ですよね。赤い率が高い。あった、ドベッパルに一発。あった、ドベッパル。迫力はありますよ。子供が人に重い関係ないところで思い、ちょっと引いてた子供たち。それね、まだ赤い人あんま関係ないですよ。さあ決めるぞ、どうする。おーね、おーとロープに走って、ロープあるんすね、あれね、あるんすね。モコちゃんが足を掴んだけど、掴むまでゆっくりジタバタしてくれたぞ、あのグレートにか。さあモコちゃんね、台本一切覚えてないようです。おっと尾崎さんが、おっとこれ天竜、おっと尾崎が走ってどうする。おっとこれは、福井道夫が足を取った。この後ボコボコ、唐揚げ食べていいよ、知らないけど。
さあファイト続けて、おっと割れねえ、うん、首を取って、さあどうするどうするどうする、おお小崎さんがロープに振っ、もう割るんすね、マスクが取れた、マスクが取れた、マスクマンの命、マスクが悪党だ、ブーイングです、ブー、よくないよ悪いよ、かぶせてかぶせて、マスクマンのマスク取るのは最悪ですよ、でちゃんとかぶせて見た、逆そっちを前とするな、後ろでそれ、後頭目つぶしになってないよ、後頭部つっついてるだけだよ、逆ついてじゃないんだよ、尾崎さんも戦うの、それでそれで戦うんじゃない、たけしさんみたいになってんだよ、動きがよ、倒れてどうする、キャメルクラッチじゃない、逆なんだよ、キャメルは背中を持ち上げるんだよ、楽しそうだよって、楽しそうなだけだよ、おっとモコちゃんがカット、モコちゃんがカット、お街で厄介者のおばはん、孫いるのか、何どうしたのモコちゃん、あらモコちゃんが、モコちゃんが何これ、4の2型目、もう4の2型目、そして子供たちが取り囲んで、お客様が何にも見えない、子供たちがね、一番近いところで見てますね、ありがとう、さあさあさあ、おっとグレートニタがロープに振って、さあどうするどうする、ニタどうする、二人とも戦ってね、何かしら、え、タッチした、どうでもいいもん、タッチなんて、おっと組み上げ一戦、おっと出るか、ニタニタニタの、さあニタがロープ入って、フラッシングフラッシングフラッシング、フラッシングエルボー行きたかったけど、子供たちが当たっちゃうからいけない、お尻中心に攻められてる、本当はそこにね、あのグレートニタのムタのフラッシングエルボー行こうと思ったけど、子供たちが上乗っちゃったんだね、当たっちゃうからね、ね、何か技をやろうとするけども、周りにいて、ね、とてもとても気を使ってる、あいなにあいなにあいしょうがね、子供ぶん殴れと言ってる、あかんあかん、さあ子供たちが助けてる、おろすんじゃを助けてる、これは第1試合と同じ展開か、この分でいくときっと第3試合も同じ展開になるんでしょう、さあでもまあ子供たちが楽しんだらそれでいいけども、確かにね、それが一番いいですから、さあ選手たちはね、自分のセンスで戦ってくださいよ、いけるはずです、この状況でもね、この状況でもきっと大丈夫、おっとどうする、ちょっと相撲か、また相撲か、おっ張りて張りて来いと、さあ来いと、さあどうするどうする、さあどうするどうする、バリバリの大好き君浸透してる、あたっおっと胸チョップ、胸チョップ全然効いてない、あおろすだんだん危ない人だった、すごいすごい強い音が、あ、みんな駆け寄ってる、あれは助けようとしてるのかな、なんだろう、あの身ぐるみ剥がそうとしてるのかな、どっちなんだろうね、脱がされてる感もありますね、今身ぐるみ系か、完全に脱がされてますね、山賊系がねえじゃん、もらいました、子供たち、一回その緑のおじさんから離れて、緑のおじさん退治するから一回離れて、はい、福井さんじゃあね、あの攻撃して、あれ、はい、子供たち危ないから本当に離れてね、一回離れよ、子供離れよ、さあ、福井さんの攻撃です、はい、あの当たんなかったんでもう一回です、もう一回です。ちゃんと当てましょう。頭蓋骨悪い勢いでお願いします。はい、お願いします。はい、当たりでーす。当たり。ね、緑の中が赤くなったら正解ですよ。あまり見えてほしくないですけど。大人だけわかる状態だね。子供が助けに入った。人気あんだよな。おろすんじ、違うおろすんじを助けてる。さあ、この分だと試合が終わるのは当分先でしょうか。さあ、おろすんじゃ、本物のおろすんじゃ、お前が子供たちをまとめるんだよ、このおろすんの言うことよく聞くね、さあ、いる尾崎さん、あっと、これは子供危ないよ、これはまさか天竜爆破ロープだ、ほら、
2人がビリビリ言ってるから電流爆破、ロープです、危ない、電流入ってると思ったんです、ビリ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 、電流です、電デスマッチに変わった。さあビリ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 、尾崎さんもビリ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 、みんなもじゃあビリビリ、子供たちも触ったらビリビリ、子供もビリビリ、みんなビリビリしてるようにしてる、危ないよ、みんなビリビリ、どうするんだよ。さあ大爆発か、大爆発でした、ありがとうね子供、子供が風船をくれた、ありがとう、どういうことだろう、なぜ僕に風船を。みんなビリビリ、さあ大丈夫か、さあみんな準備いいかい、ね、これが爆発するよ、それではカウントダウン3秒前からいくよ、はい、3、2、1、ドーン。おー全員気絶した、オロスイカフォール、すごい、子供フォールしていいよ、3、ドーン、ダンダンダン、勝者ベビーカーおろすんちゃう、なんだよ、勝ちとか負けとかねえよ、もうベビーカーだ、ね、しかもおろすん2人でした、ちょっとややこしいですね、ありがとう、ね、だからまずは青コーナーより焼肉レンガハウスからの刺客、お肉くんの入場です。さあ焼肉レンガハウスからの、さあ焼肉レンガハウスの別名妖精、お肉くん、完全に失敗の名前ですね、私は恐怖しか感じない、果たしてどんな、みんなが見えないとこからもう踊ってる、なんだあいつ、お肉食べよう、ちっちゃい筋肉質が出てきた、子供が一番好きなやつ、もう動けない、子供に囲まれてて動けないよ、お肉くん、子供に怪我させないようにこっち来て、頑張って歩いてきて、子供が大好き、子供が一番好きな、体好き、あと子供が一番好きだからかぶりも、なんでお肉くん、あえて子供のとこ行くの、なんだ、ハーメイドとバイオリン好きになってる、子供好きになってる、子供たち、お肉くんの背中叩かないで、お肉叩かないで、柔らかくなっちゃうから、お肉くん叩かないで、肉質柔らかくなっちゃうから、お肉くん、ワンちゃんとこ行かないで、ワンちゃんとこ行かないで、お肉くん諦めて、もう早く入って、人気に、お肉食べよ、お肉くん、続きまして赤コーナーより、はい、浅草から方南町へプロレス旗揚げ、お祝いと気合を届けにやってまいりました、アニマル浜栗選手の入場です。さあ浅草でおなじみアニマル浜口、さあそんなにアニマル浜口の遺伝一を引き継ぐ男がアニマル浜栗、さあ気合が気合が一戦でやってきたぜ方南町、さあ後ろからお客さんの方からアニマルハマグリちょうだい、さあ京子京子京子と、京子はどこだと、さあやってきましたアニマルハマグリ、アニマルハマグリがしない、ひたすら愉快な動き、アニマルハマグリはそんな動きしたことねえぞ、オリジナリティが過ぎるぜアニマルハマグリ、いいんだよ面白いもん、いいんだよ、お前ら入場が長いんですか、ってもうこっちも子供に大人気、乗っちゃったよお肉くん、お肉くん一緒に踊らなくていいんだよ、アニマル
レフリー残酷。あまり入らない。見えるもの全員京子さんじゃねえぞ。OK 始めましょう。一旦下がろう。その子は孫悟空はそれが厳しいですからね。さあみんな孫悟空始めないっていうから、ね、ちょっと一回、ね、下がろうか。うまい棒あげないぞ。うまい棒あげないぞ。おい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 、戦後直後じゃねえんだからよ。うまい棒とかないよ、チョコレートとかないよ。いいんだ座ってて、気にすんなそんなの。だいぶ前からだよ。よっしゃよし、ドンドン、始まりました。さあ本日のメインイベント、アニマル浜口対アニマルハマグリか、ハマグリ対お肉くん。お肉くんは何をするんですかね。お肉食べたいじゃないんだよ。なんでアニマルが歌ってんだ、お肉食べたいって。さあ完全になんだこれ、お肉くんの全員味方か。さあ初戦ね、さようならじゃないんだよ。さようならさようならするな。さあ結局かぶり物してるやつが一番子供の人気ということで、さあ、終わりでいいですか。終わらない。3いいよ座って。4勝ったじゃない。おい5狙えよ。はい、6。さあ、じゃあ20カウント以内に戻ってくださいね。8。9。はい、9。10、10。お肉くん20秒以内に戻ってくださいね。試合終わっちゃうから。13。おっと、ハマグリが、アニマルハマグリ戻ってきた。帰りました。帰りましたじゃないんだよ。お前、まだ何一つやってないぞ。背中で汗かいてるだけだよ。さあ、お肉くん入ってきた。お肉くん、ハマグリ、子供に気をつけて戦いなさい。気をつけて戦い。みんな危ないぞ。なんでお肉くんの味方なの、みんな。あ、お肉くんにも、お肉くん、僕らに任せてんじゃないんだよ、子供たち。あー、なんでぐるぐる回す。おっと、パンチ。お肉くんに、味方するなんて、怒ったぞ。怒ったぞ、アニマル。どうするんだ、アニマル。アニマルが子供に脱がされる。子供に脱がされるんじゃないよ。子供に脱がされるんだ。アニマル、やめろ。脱ぐ、あんま脱ぐなよお前マジで。ずっと待つぞお前、それじゃねえから。気合いが出た。気合いだよ。アニマルの気合いが出たぞ。よし、やめた。寝てじゃないってアニマル。さあ子供たち、アニマルハマグリおじさんが渡せるから一回どこをね。よし、しよう。どうしてもやりたいことがあるみたい。気合だ。10連覇制度もいきます。子供たちも手拍子よろしく。手拍子。アニマル、それだけやろう ね。期待見ないもんね、それやらないとね。せーの、嫌いない。さあアニマルハマグリバリの嫌いな10連発。それで20秒か、20連発だよ。余韻が長いな。いったアニマルハマグリエルボー、子供に気を使いながらのエルボー。本当はね、飛ぶんですよこの人ね。ただ子供に当たっちゃうからね、優しい人だよ。そうここで子供が唯一の言うこと、親以外に唯一言うことを聞く。オロスくん来ましたね。ありがとうオロスちゃん。さあ頑張ったんで。おじさんの初体験の話をするぞ。おい子供おんねん。夜の方のジブロスやるはず。さあ戦いを戻して、プロレスを戻すんだ。戦えるか。お肉くんが劣勢。お肉くん、その肉体があるんだから何かして。はい、お肉くん大丈夫か。戦えるか。お肉くんもフラフラしてる。武器が必要だ。武器が必要だから。お肉くん汚いやつだったのよ、あいつ。武器使うタイプ。
持ってくんじゃないよ。ダメだよ、鬼くん。お前の肉体、その肉体だったら戦えよ、体で。銃使うんじゃねえよ、その体でよ。顔に当てるんじゃないよ、お前。子供絶対真似しちゃダメだよ。こういうのね、悪い大人だよ。おい、よ、アニマル、パンツを、パンツをあげろ。レフリー、そんなこと言うから、アニマルとか言って、レフリー、レフリーが、もう逃がそうと言ってから、そっちにそっち。さあね、こうやって、もうちょっと待ってね、今、ダメだ、危ないよ。よ、アニマル、ハマグリのパンツをこのまま脱がそうとしてるからね。とりあえず、止めようね、その時はね。よし、わかった。おろなししちゃうから。よし、わかったって、何がわかったんだよ。もう何もわかってねえよ。わかった。何がわかったの。子供たちに言ってた。どうしたの、子供たち。どうしたの。わかった。じゃあ、子供たちに頑張ったから、おじさんがいいことを教えてあげよう。いいこと教えたら何。おじさんが好きな。AV のタイトル。やめろこれお前は。貴様やめろお前。大人を喜ばす冗談って言うなお前は。さよなら、ほんとに。なんでお前は大人の味方を作ろうとするんだ、そうやって。ダメだよ、やめろ、やめろ。おい、レグリー、レグリー、早く試合終わらせろ、もういいから。お肉くん、いいとこで試合終わらせろ、もう危ねえから。フランクフルトを目に入れた。食べ物に浅くな。食べてろ。お肉に終わらせろ、早くしやい。危ねえから。お肉食べてパワーアップだぜ、お肉くん。いやー、寝ろ。じゃあ寝ろと。飛ぶの何かする、何する、何するの。飛ぶ。みんな、一回当たるよ、危ないから。この人、上から飛ぶから、危ないよ。大丈夫だよ、俺、男ね、当たるよ、本当危ないから。さあ、みんな離れて危ないよ。おいおいおい、当たるよ、危ないよ、ここ危ない、本当危ないからね。いいよ。飛んだー、フォール。全然フォール取らねえな、これ。フォール取らねえな、これ。フォール、お肉ちゃんの頭が盗まれた。お肉ちゃん頭取られたよ。お肉ちゃん頭蓋骨取られてるって。お肉ちゃん正体バレちゃう、正体バレちゃうよ。なんで気づかないんだよ。なんでお肉ちゃん頭ないの気づかないんだよ。お肉ちゃん、この曲かかったらバカになっちゃうの、ね、ということで、また次回もね、はい、日曜祭りとかでね、やりたいんで、はい、ね、締めの言葉を覚えておいてください。何ですか。皆さん、宝、うん、南町なんで、宝南町って拳を一回引きましょう。宝南町プロレー、拳を引くよね。引いたらあげる、簡単です。ちょっと、ね、宝南町だろ。宝南町プロレー、宝南町プロレーしちゃダメなのね。宝南町ですからね。ちょっと一回練習するの無理ですよ、無理ですよ。子供たち、子供くん、無理、無茶言うんじゃないよ。じゃあ子供たち無理だよ、この状況で。よし、自由でいいんだよ、子供は。行くぞ。いい、行きましょう。じゃあ一発、一発決める。一発やるのね。はい、本番ね。本番です。もう一回いますよ。宝南町プロレース。さあ、それではね、子供くん、じゃあカウントダウンしましょうね。行くぞ、みたいなね。はい、このまんまいいです、終わりますからね。宝南銀座商店街を世界に向けて発信すぎます。はい、いきます。宝南町プロレー。